こんにちは、マースケチャンネル3です。今回はですね、ビールの話をしたいと思います。まあ、ビールって言いましてもね、マニュアルじゃないので全然詳しくないんですが、ただにね、のんべえだからビールの話してると思って、聞いていただければ幸いです。まあ俺もともとですね、ビールが、ね、最初ね苦手だったんですよ。というのはですね、苦手っていうのはまだお酒をね飲み始めても二十歳、なって本当すぐぐらいの時にですね、まあ俺の動画ではお話ししてますけれども、某ブドウをやってまして、でね、その先生がものすごい下揃いで、道場でね、稽古が終わった後とか、みんなで親睦会を含めてよく繁華街にある飲み屋さん、小料理屋とか連れててもらったりとか、ビアガーデン行ったりとか、もしくは合宿行ってね、海の近くの民宿で夜ですね、みんな本当何人かでね、1ダースこう飲んでしまうぐらい、ビール飲んでしまうぐらい、みんな死後揃いなんで相当鍛えられた口なんですけども、あまりにも飲みすぎてビールって一回吐いちゃってね、それからですねビール飲めなくなっちゃったんですが、もうしばらくしてからそれが治って、まあ、今はビールね、まあ、好きなんですけども、逆にですねそれと同じ理由でワインが今飲めない状態です。ワイン以外のお酒は何でも、テキーラでも何でも飲みますけど、今ワイン飲むと例えばグラス2杯ぐらい飲んじゃうと、アルチューのような症状になって、なんかすごいね気持ち悪くなったり頭が痛くなったり吐きそうになっちゃうので、ワインが飲めない状態です。まあはい、ということでまずはワインの話は そこそこにして、また本題のビールの方に話したいと思います。ビールと言いますと、憧れはですね、これも俺の動画でお話ししますけど、俺は、まあ、ホテルで働いてたんですが、もう昼からですね、優雅にグラスでねビールを飲んで、ホテルのレストランで飲んでるお客さんなんかがいるわけですよ。それ見るとなんか羨ましくて、俺もねぐらいその優雅にね、もう昼間にみんなアクセル働いてる時間帯に、美味しそうにこうビール飲みたいなっていうのが夢でしたね。それからあとビールといえばですね、まあ、なんて言っても絵になるのはこのハイネケンとかこのバドワイザーで、このバドワイザーとかはもうアラフィフ、まあ、アラフォーの人もあたりだったら知ってるかと思います。おしゃれな、ね、当時ハートカクテルっていうアニメーション、あと本がありまして、そのね映像で絵になるということでね、まあ、出てくるんですよ。この瓶をね、グラスじゃなくてこのままこう飲むような感じがおしゃれでね、映画とかドラマにもね確か使われてましたね。ということでこういう、まあ、大きい瓶じゃなくてこういうね手頃なサイズの瓶ビール、瓶ビールっていうのはすごいおしゃれに感じまして、でちょっと棚にね飾りでね置いてあります。ということでこれ今も置いてあったというわけです。あんまりね飾ってると置くスペースがないので、本当にね特別必死になって集めてるわけではないんですけど、瓶ビールの瓶も少し集めてるって感じですね。で次がこれネストビールっていうの、これはですね、どこで買ったの、多分ですね俺地元茨城なんですけども、日立のネストビールって書いてあるんですが、確か友部駅の道の駅かなんかで買ったような気がしますね、日立のネストビール。それから俺はどちらかというと推してるのはこちらの闇戸高原、森のビール、闇戸森林のビールっていうことでね、闇戸っていうのは要するに茨城県のね、一番北の方、もう福島県とのね、もう県境ぐらいにある醍醐っていうその林業が盛んな、まあ、森に囲まれてる場所がありまして、そこに有名な福浦田の滝っていうね滝があるんですけども、その辺での有名なこの地ビールがこの闇戸森林のビールなんですけども。結構ねこれ買った当時は人気で売ってなくてですね、例えばお土産屋さんとかなくて、どこで買ったかっていうと帰りがけの普通の小さいその居酒屋さんにいっぱいあったので、いろんな種類
を買ってきて、これも飾りにしました。それからと、これも俺の動画の方でお話ししてますけども、ダイビング行くので、これ伊豆ですね、伊豆高原ビール、伊豆高原ってね有名なとこで、ここでね、この民宿にもね泊まったことありますけれども、伊豆高原ビール、これは伊豆の伊東畑とかあるで、伊東のとこの道の駅で売ってたビールですかね。これもなんか何本も買って、飾りにしてます。まあ、地ビールってね、本当好きな人はですね、その現地で飲まなくちゃいけないって言いますけども、なかなかね、現地で泊まりがけならいいですけど、現地でね、ビール飲んで車運転できませんので、俺はですね、ビールはこう何本か買って、まあ家で楽しんでますね。いろいろビールもね、いろんな味の種類、ここにね書いてありますけど、いろんな種類があるので、まあ、それを楽しむのは、まあ、楽しむんですけれども、まあ、大体こういったビールっていうのはですね、そんなに濃くないですよね。薄いので、逆にね、俺にしてみればこう水みたいなもので、ごくごく飲みすぎてて、あっという間にこう小さくてなくなってしまうんですよね。なんでね、もうちょっとね、まあ、黒ビールぐらいですかね、こう味わって、飲める瓶がいいなということでね、またね、いつか、どっかで見つけたら、こう、買ってきたいと思います。あと、ビールの他にですね、まだ俺は集めてはいないんですけど、集めたいのが、地サイダーですね。いや、まあ、各いろんな、観光地とかにですね、地元でしか作ってない、地サイダー、地ビールもそうですけど、水がいいところには、地サイダーっていうのがあるらしいので、それも好んでみようかなというのが夢であります。まあ、今のところちょっと出かけられなくなってしまったのでね、まあ、出かけてないんですけども、出かけた折にはそういったものを探して、飲んでみたいと思います。ということで、今回は、ビール瓶の観光地に売っている、まあ、地ビール、主に地ビールのお話をさせていただきました。この動画が万が一面白いと思ったら、グッドボタン、もしくはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、マースケチャンネル3でした。ご視聴ありがとうございました。